今、あちらに見えております。プロメテウス火山から持ち出した炎をこちらのゴブレットに展開いたします。シーズンオブハートの象徴であるこの炎は愛の中でも情熱を表す。さあ、黒刀をご覧ください。しかしながらこのシーズン、人の心の温かさが一番身にしみるとき、バレンタインにホワイトデーと大切な人に心の内を伝える催しが満載でございます。この東京ディズニーシーにおきましても、まさに心の内を伝える、そんな催しが行われております。タイトルをシーズンオブハート。愛がいかに大切なものか、皆さんにどんな大きな喜びを与えているか、このシーズンオブハートを体験することにより発見していただければと思います。さて、それではいかようにしてこのシーズンオブハートを体験し愛を発見できますかというのを、さあ出てまいりました。この催し物の企画中、パーク内のポイントポイントにおきまして愛のご案内をさせていただいている者たち、まあ愛の親善大使たちとでも申しましょうか。ご紹介は後ほどさせていただきますが、この者たちともどもご案内してまいりたいと思います。とその前に、この愛の親善大使たちが皆様との触れ合いの中から、皆様が今現在この時どんな愛をお持ちか、どんな愛をご所望か、果たして誰、果たして、果たして、果たしてどれだけの愛をお持ちか直接聞いてみたいと申しております。しばしお写真をお撮りになったり、会話をお楽しみになるなどして彼らとの触れ合いをお願いしたいと思います。さあ諸君、準備はいいかな。素敵な愛を皆様の中からもらい受けるようお願いしますよ。しばし触れ合いの時をお楽しみください。私の名前はロマンティックチョコラッテパッパミーヤと申します。皆様どうぞお見知りおきよう。ありがとうございます。さて、先ほどから私、愛、愛、愛と何度も連呼しておりますが、ここでちょいと素敵なお話を皆様にお聞かせいたしましょう。先ほどからこのステージで赤々と覚えております。この日、この日はあちらのプロメテウス火山から持ち出しています。これは愛の中でも情熱を表す。そして今皆様の目の前に満面と広がるこの道、これは愛の優しさ、清らかさを示す。人の内に秘めた思い、それは時折いろいろな形となって現れます。プロメテウスの熱き炎は情熱と勇気を指す。満面に漂う清らかな水に触れると、純粋な優しさに包まれ、本当の気持ちが現れるのです。その思い、今言葉に託し伝えましょう。あなたのそんな純粋なメッセージはきっと大切な人の心に響くことでしょう。これがシーズンオブハートの趣旨となるものです。どうです皆さん、素敵でしょう。さてさて、愛の親善大使たちとの触れ合いはお楽しみいただいておりますでしょうか。そろそろ彼らが何者であるかご紹介せねばなりません。とその前に、東京ディズニーシーシーズンオブハートではパーク内要所要所におきまして、愛にちなんださまざまなデコレーションがされております。その一つ一つを今ここでご紹介してまいりましょう。さあ皆さん、今お手にお持ちの東京ディズニーシーガイドブックトゥデイをお開きになり、そのデコレーションがどこにあるかご確認いただけると幸いです。そしてそれらに今皆さんと共にある愛の親善大使たちがいかに関わっているかもお心にお留めいただきましょう。さあ、まず最初にご紹介しますのはキューピッドゲート。日本語で言うなら
天使の門。今まさに皆様が東京ディズニーシーエントランスゲートを通りアクアスフィアを見てこのメディテレーニアハーバーにたどり着く際にくぐられたあちらのゲート、あちらがキューピッドゲートと称される。こちらがまず最初のデコレーション、東京ディズニーシーシーズオブハートの愛を探る旅に出る。こちらがまず出発点となるところですな。さて皆様は常に自分の心が正しいと自信がおありだろうか、時として間違っていやしないだろうか、いやいやこれで大丈夫のはず、疑心暗鬼に駆られる方もおありのはず、そんな時にはこちらへどうぞ。これぞまさしく真実を告げる口。ああそれにしても大きな口ですな。ベネチアンカーニバルマーケットの中を通り抜け、ゴンドラ船着き場のあるアモールの運河に出ますと、皆さんは大きな顔のレリーフを発見するでしょう。それがゼウスの口。このゼウスの口に手を入れればきっと何か素敵な音が聞こえてくるはず。ほら早いよ、そんな音聞こえてくるわけないでしょ。まどんな音が聞こえてくるかは皆さんご自身でお確かめください。そちらにて皆様を楽しませるのはこちらのゴンドリエ、名前をマリオと申します。このマリオと共にゼウスの口に手を入れれば必ずやお二人の恋の行方を知ることができるでしょう。パントマイマーゆえに自分の名前は明かしませんが、お見かけしましたらどうぞマリちゃんとお声をかけていただけると嬉しく思いますね。マリちゃんどうもありがとう。さてそのゼウスの口を右に見てもう少し歩いていかれますと、今度は小さな橋がございます。この季節この橋は友情の橋と呼ばれております。友情の橋の上には金色のゲートが置かれています。こちらには両サイドよりお互いの手が入れられるようになっているオープンハートボックスなるものが設置されています。両サイドより手を入れ握手を交わす。そうです、お互いの手が触れ合うことによりお互いの絆を確かめ合うことができる場所なんです。どうもありがとう。さあこのオープンハートボックスの象徴となるものをご紹介。何をする。あ、それこそ花粉が舞うからやめてくれるかな。ね、花粉が舞うからやめてほしいんだよ。どうしたどうしたはい、この二人チップとデールです。拍手私愛にはいろいろな形がと再三申しております。この橋の上では特に友達同士の愛を確かめ合う、この二人のように友情を確かめ合う場所なんです。チップデール今日は元気だね。オープンハートボックスの上には握手をしている今ここにいるチップとデールと同じようにゴンドリエの格好をしたデコレーションを見ることができますよ。どうぞお楽しみに。チップデールどうもありがとう。さあ次にご紹介するのがスイートハートファウンテン。私の方から左前方、皆様から見て右方向にあるあの泉、見れば二人の行く末がわかるという不思議な泉。ああ間違っても後ろを向いて1円玉を投げ込む行為などなさいません。ああピノキオそれは拾いに行かないよ。ディズニーの恋人たちの愛が描かれているあの泉には恋人たちに対する象徴的な言葉が記されています。泉に映すと2人の愛の姿によって永遠の愛を願うことができる泉なんです。さあこの泉に登場するのが我が東京ディズニーシーが誇る宇宙的占い師、最近では舞浜の父とも呼ばれております、アイワトレビアンコ。彼の占いは数々の恋人たちを不幸のどん底に、おっと失礼、幸せの崖っぷちに、ああ失礼、幸せの絶頂にお連れすることができるでしょう。どうもありがとうトレビアンコ。さてどこまで行きました。ああそうそう次はこれですな。ピノキオではありません、プレシャスポスト。先ほど説明しましたスイートハートファウンテンからハーバーを左手に見てずっと歩いていきますと、今度はイルポスティのステーショナリーになるものがございます。皆さんトゥデイをよくご確認ください。そちらにございますのがプレシャスポスト。そちらではこのポストカード、あなたが大切と思う人へのメッセージを書きプレシャスポストに投函してください。幸せのエンジェル、ヒューイデューイルイのエンジェルが届けてくれますよ。大切な人へのラブレター、もちろんグリーティングカードでも OK でございます。3月8日東京ディズニーシー、今日はすごく天気が良くて気持ちいいんだけど、
花粉もいっぱい飛んでるみたいみたいな感じでも OK でございます。どうぞお試しあれ。さあ、ご紹介も終盤に入ってまいりました。まだ続くのって、もうしばらくのご辛抱でございます。これからご紹介するところはイタリアの田舎、石畳に小さな泉、ロマンティックな雰囲気あふれる小さな坂道、恋人坂と申します。皆さんはこの恋人坂でいろいろな愛の形を知ることとなるでしょう。さあ、皆さんがまずこの小道に入りお目にお留めになるのは、今ここにいるピノキオとゼベットのモニュメントです。ピノキオを抱きかかえるゼベット、お互いに顔を見合わせ笑いかけている幸せな親子の愛が彼らの姿を借りて表現されています。トゥデイには愛情の泉と称されておりますな。さあ、その後ろ斜め階段にはドナルドとデイジーが、シェイクスピアのロミオとジュリエットよろしくバルコニーのシーンを演じています。そこには若い恋人たちの情熱が見られます。このモニュメントを称し旧愛のバルコニーと申します。よっ、ドナルド、いきなれ。デイジーも美しい。皆さん、ドナルドとデイジーに大きな拍手を。そしてもう少し小道を登っていくと、美しい夫婦の愛を象徴するモニュメントがございます。愛の力によって偉大な絵画を残していったルーベンス、彼の自画像イザベラと共にの絵の通りのポーズにて素敵なカップルが演じています。こちらはロマンスの泉と称しております。誰が演じているかって、あ、それはね、みんなイカれてからのお楽しみ。そしてその小道にて素敵な愛の詩を語りますのが、自称イタリアの詩人、ダンテ・アリギエリの末裔と信じて疑わないこの愛の親善大使、ダンテ・ランテーヌでございます。大きな拍手を。さあ皆さん、彼に会うことがございましたら右手をこのように使い、ダンテ・ランテーヌお声をかけてあげてください。皆さんよろしいですか。右手45度、ダンテ・ランテーヌ。どうもありがとうございます。きっとあなただけの詩の一辺を感じさせてくれることでしょう。ランテーヌ、どうもありがとう。いかがですか、いろいろな愛の形、この小道を歩くことによりきっと皆様の心の中に幸せな風が吹き込んでくることでしょう。3つの愛の形、よくご理解いただけましたか。ピノキオ、ゼベット、ドナルド、デイジー、そしてランテーヌ、どうもありがとう。さて、ここまでご紹介してまいりましたデコレーションの数々、いかがでしたか。さあ皆様は恋人坂まで来ましたな。その先には見えてきましたよ、見えてきましたよ、旅の最終地、シーズンオブハートの最終目的の地、幸せのテラスが。皆さんは私がご紹介しました通りデコレーション、そして愛の親善大使たちとのエンターテインメントを楽しまれました。愛に対するお気持ちはもう絶好調に達しているはず。その思いを今度はこちらのミッキーの形をしたメッセージカードに、こちらでしたね、その思いを全て告げようではありませんか。あなたの最も大切と思われる人にその気持ちを正直ですね、その思いは必ずや天に昇り成就することができるのです。 I love you、 お父さんお母さん大好き、永遠なる友情でも結構でございます。ああ、もちろんその場での告白は無理ならば、単にこのカードお気持ちを託すだけでも、その場所はこの幸せのテラス。真の愛を発見する旅の最終地となるところです。さあ、そこで皆様をテラスに置きまして、より幸せな気持ちにしてくれるものをご紹介しましょう。特別なイリュージョンにて愛を語らせたら右に出る者はいない、そしてその美貌たる世の女性の心を掴んで離さないという人物、ドン・ジョバン・オスカル・デ・タスカール2世をご紹介します。
愛の神前大使たちの紹介は全て終わりました。皆様、今私がご紹介しました全て、お心にお留めいただけましたでしょうか。さあ、そろそろ皆さんと共に愛の旅への旅立ちの時がやってまいりました。とその前に、皆様の旅立ちをぜひ見守りたいと申す者がおります。夢と魔法の世界におきまして、最も愛にあふれた幸せなカップ、そうです、ミッキーマウス、ミニーマウスに登場していただきましょう。ミッキー、ミニー、どうぞ。皆さん、ごきげんよう。アニメでルーチー。